はい、こんにちは。えー、相手はちょっと回復に乏しいですかね。アタッカー揃いですね。えー、シフがここにいるので、対策として、えー、まず影ブラド。えー、2まで溜まったオニクスの特攻を考えていますが、パズルで倒せたら楽だなと思ってます。はい、行きまーす。 えー、スカジがいるので、ベラを抜くっていうこともあり得たんですけど、まあまあ。えー、どうしましょうかね。安易に紫読んで竜を作りましょうか。はい、では、えー、一旦スカジに対して、 これで紫マナを貯めまして。こちらベラを入れているので、スカジ怖かったんですけど倒せましたね。ベラでミニオンの壁を張り。シフを倒すとすごく楽になるので回避されるかもしれませんが、影ブラドを使い。いけましたね。えー シフのマナーにまだ余裕があるのでえ、一旦ここ行きましょうか。はい、すごくいいですね。今回すごくいいですね。えー、では、では、えー、盤面に紫を呼び込むために、ここ行きましょうか。来てくれましたね。えー、では、 紫を消してマナを貯めて、攻撃力を上げてベラでミニオンの壁を張り、ではディアーナに対して、セシャットに対して、ディアーナに対して影ブラドを当てて、全体攻撃のウサギを使い、 はい、もうオニクス当てましょうか。はい、圧倒的優勢ではありますが、えー、どうしましょうかね。もう、無駄玉もどんどん当てちゃいましょうか。はい、もうどん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 当てていきましょうか。 はい、ありがとうございました。